南セミクジラのホエールオッチングホエールオッチングホエールオッチングはクジラ類やイルカ類を自然の中で観察するという観光の一種。野鳥観察などと類似した趣味の一つであり、また単に趣味というだけではなく、自然観察などの理科教育、環境教育の一環という位置づけも持つ。もっぱらイルカを目的とする場合にはイルカオッチング、 ドルフィンウォッチングと呼ぶ場合もある。ジュノー、アラスカのクジラウォッチングホエールウォッチングの歴史は、アメリカ合衆国、サンディエゴが、国ク,クジラの観察に公的な地であるとされた1950年に、遡る。1955年には、カリフォルニア州サンディエゴのチャック・チェンバリンが、国ク,クジラウォッチング、1ドルと書いたボーを出してより、 近くでコククジラを見るという現在のものに近い形態となった。このスペクタクルな見せ物は最初の年に1万人前後の訪問者を呼び寄せ、その後も増加していった。また、その後は周辺の海域でも同様の観光産業が成立した。1971年にはモントリオールの団体、ザ・モントリオールズロジカル・ソサエティが アメリカ東海岸のセントローレンス川、川口行きで、長スクジラやシロイルカを対象とするホエールウォッチングを開始した。1970年代の終わりには、ニューイングランドでは重要な産業の一つと呼べるほどにまで成長し、1985年には、観客数で発祥の地であるカリフォルニア州を逆転した。1980年代以降、 ホエールウォッチングは全世界に広がりつつある。1998年にはエリック・ホイトがホエールウォッチングに関する体系的な調査を行った。それによるとホエールウォッチングが産業として行われているのは世界中で87カ国にも及び900万人以上の客を集め産業規模は10億ドルに達しているとのことであった。さらに2000年の調査によると その数字は1130万人、14億ドル以上となっているという。天草市逸豆諸町沖でのイルカウォッチング大型種から小型種に至るまで、日本沿岸では絶滅した種類や、絶滅寸前の個体群も多い。ありがとうございます。